キビツヒコの神社の織田植え祭りは、岡山県岡山市北区一宮のキビツヒコの神社で催される織田植え祭りである。1964年に岡山県の無形民族文化財に指定され、1979年に国の選択無形民族文化財に選ばれた。1日目夜の後都大神事と翌日の後畑神事からなり、もともとは、 旧暦の6月27日28日に行われたが、現在は8月2日3日に行われる。8月2日午後の薬人祭の後、本殿祭で地元小学生のサオトメによる玉絵が奉納され、その後夜の10時にご都大神事が行われる。神前に備えられたお苗をお歯車に移し2列の行列を整えて、出発、拝殿から、 正面大鳥居へ向かい、鶴島亀島の棚では、新館が三本のお苗を神田に見立てた上池に植え、新鮮を備えのりとをあげ、ごと大神事は終了する。翌8月3日、午前、前日と、同じく本殿祭で、玉井が奉納され本殿での神事終了後、宇治子が高さ5メートル余りの竹竿に、ご旗十数本を掲げて、午後四時行列を組んで、 神社の南の市宮公民館を出発、行列は表参道に出て、大鳥居をくぐり神川門から拝殿に進む。小旗は待っていた参景者によって倒され、小旗につけられている扇子の争奪が始まる。その扇子を田に立てておけば、虫がつかず、豊作になるという。本殿祭が行われている時間帯は、 国道180号に接続している山道や、本神社敷地の東側を南北に走る道路及び、岡山県道243号一宮備前、一宮停車場線が自転車を除いて全面車両通行禁止となり、両路の入り口には警備員が立ち周囲指導へ迂回するように指示が出される。ありがとうございます。